2020 SL カートミーティング第5戦ガレットオープンクラス優勝を飾ったのはゼッケンナンバー1番 Team エマティ中井優斗選手、3連勝おめでとうございます。2番手にはナイスファイトでした、ゼッケン86番 Team エマティ鈴木春風選手、おめでとうございます。3番手ゼッケン38番 WRT 坂口正宗選手、おめでとうございます。それでは上位3選手表彰台にお上がりいただきまして、キャップシャンパンをお受け取りください。さあでは3選手盛大に行きましょう、シャンパンファイト。はい、3選手おめでとうございました。変わりまして、3連勝を飾りました中井優斗選手に選手トロフィーが贈られます。続いて2番手鈴木春風選手、そして3番手の坂口正宗選手と3選手に選手、そして副賞といたしまして、中井選手に優勝賞金1万円とトリプル K アワードが贈られてまいります。暑い中素晴らしいレースを見せてくれましたガレットオープンクラス。それでは上位3選手の記念撮影です。カメラをお持ちの方どうぞ、3選手記念にカメラお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは3選手に今一度大きな拍手をお送りください。